オンライン体育かけっこ編。走る動きというのは、歩く動きと並んで人の基本的な動きの一つであると言えます。また走るは歩くの発展形であると言われています。それでは走ると歩くは何が違うのでしょう。答えは、走るには左右両足が空中に浮いている時間があり、一方で歩くには両足が地面についている時間があることが違いとされています。また多くの人は走る動きをどのように身につけたのでしょう。実は多くの人は走り方など特に教えられなくても、いつの間にか走ることはできるようになっています。しかしながら、ただ走るのではなく、速く走るためには走り方のポイントを知り、そのポイントを押さえた練習をして、その動きができるようにならなければ速くなることはできません。そこでこの動画では、速く走るためのポイントと、そのポイントを身につけるための練習の仕方を紹介します。この動画を活用する際には、撮影した自分の走り方と比べて、どこを改善したら速く走れるようになるのかをチェックしながら動画を見てみてください。そしてお家や公園などでトライアンドエラーを繰り返して、より速く走るパフォーマンスを一緒に探求していきましょう。それではまず、走り方のポイントの前に、かけっこの局面について紹介します。実はこのかけっこの距離とスピードの関係を表すグラフのように、かけっこは大きく4つの局面に分けることができます。それはスタートの合図を待って走る準備をするところのスタート局面、スピードが上昇を続けている区間の加速局面、最高スピードが現れる区間のトップスピード局面、そしてスピードが低下を示す減速局面です。このように人はかけっこで全力疾走をしたとしても、トップスピードを出すためにはスタートから徐々に加速していく必要があり、最後までそのスピードを落とさずに走り切るというのは難しいということが研究から分かっています。さらにかけっこのタイムは最大スピードが大きい人ほど速いということも分かっているため、速いタイムで走るためにはできるだけ長い区間を加速し、トップスピードを高くすることが重要になります。そこでこの動画では、速いタイムで走るのに重要なトップスピードを高めるために、スタートの合図で勢いよく飛び出せるスタート姿勢と加速局面の走るフォームのポイントを紹介します。それではまずはスタート姿勢について紹介します。スタートの合図で勢いよく飛び出すためには、どのような姿勢で構えればいいのでしょう。スタートのポイントは、不安定な姿勢で構えることです。ここで言う不安定とは、バランスの悪い、少し押されたら倒れそうになる姿勢のことです。このような姿勢を取ることで、小さな力でスタートを切ることが可能となります。そのため、スタートの合図が鳴ったらすぐに動き出せるように、バランスを少し崩した姿勢で構えるのが秘訣です。具体的には、頭がつま先から垂直に引いた線よりも前、スタートラインから飛び出すくらいの位置にあるか、顔は前を向かずに一歩目の踏み出す位置を向いているか、上体を前傾姿勢にして構えているか、前側の足と
逆側の腕を前側にして構えているか。この写真だと同じになっちゃっているね。前後のつま先からつま先の幅が40センチよりも小さいか。この写真でもそうだけど、後ろ足が離れすぎてしまうと後ろ足で地面をあまり蹴れなくなってしまうので、これは特に気をつけましょう。ここまでがスタート姿勢のポイントです。みんなのスタート姿勢はポイントと比べてみてどうだったかな。次は加速局面について紹介します。スタートしてからより大きなトップスピードを出すためにはどのようなフォームで走ればよいのでしょう。加速局面の走るフォームのポイントは大きく2つあります。1つ目はスタート直後は前傾姿勢を維持することを意識し、勢いよく飛び出すことです。具体的にはスタートの合図に合わせて前側の足と同じ側の腕を前に振り出しているか。顔や頭は上げずに目線は地面を見ているか。上体を前傾させているかです。このように前傾姿勢をとるとあまり蹴らなくても前に進むことができます。ただし加速してスピードが出てきたら一気に頭を上げるのではなく、徐々に頭を上げていきましょう。次に2つ目のポイントは、足の動きは初めから大股で走ろうとせず、地面についた足の膝を一歩ずつ伸ばしてしっかりと地面を蹴ることを意識することです。大股になったり足を遠くにつきすぎたりして足が体よりも前についていないかです。このように加速局面では足を早く動かすよりも股関節と膝関節から動かすことを意識して、一歩ずつしっかりと地面を蹴り、また走るスピードにブレーキをかけてしまわないように、初めから大股で走ろうとしないことが重要です。ここまでの姿勢や足の動かし方が加速局面のポイントです。みんなの走るフォームはポイントと比べてみてどうだったかな？それではスタートの合図で勢いよく飛び出し、地面をしっかり蹴って加速するための練習を順番に4つ紹介します。1つ目はスタートの姿勢を構えた際の自分に合った足の置き方をチェックできる練習です。まずはその場で気をつけの姿勢で立ちます。そしてお家の方やお友達にスタートの合図を出してもらいます。よーいどん。このように合図を聞いたらすかさず走り始めましょう。この時にみんなはどっちの足を後ろに引いて走り始めましたか？実はこの時に後ろに引いた足というのはスタートの姿勢を構えた時にも後ろ側に来る足になります。そこでこれをすることで前後の足の置き方が普段とは逆になり、スタートしやすくなったという人も中にはいるので、みんなも自分に合った足の置き方を探してみましょう。自分に合った前後の足の置き方が分かったら、次はスタート姿勢が良い姿勢かどうかチェックすることができる2つ目の練習です。まずはスタートの姿勢で構えます。構えたらお家の方やお友達に後ろから軽く押してもらいましょう。この時に軽く押されて前に 2,3 歩踏み出すようであれば、スタートのポイントである不安定な姿勢で構えられているということです。しかし軽く押されても体を自分から前に踏み出さなければ足幅を開きすぎている可能性があるので、その場合には姿勢を動画や写真で確認し、試行錯誤を繰り返しながら勢いよく飛び出せそうな不安定な姿勢を身につけましょう。不安定な姿勢が身についてきたら、今度は3つ目の練習として、
スタートの合図ですぐに出られるかを試してみましょう。まずは2つ目の練習と同じように、位置についての姿勢を取りましょう。構えたら今度はお家の方やお友達にスタートの合図を出してもらいます。よーい、ドン。このように耳で合図を聞き、合図の瞬間に反応をします。この時もしっかりと不安定な姿勢を意識して、早い反応で飛び出せるように何度も練習してみましょう。そして最後、4つ目はスタートから地面をしっかり蹴って加速するための前傾姿勢の練習です。まずはスタートラインに気をつけの姿勢で立ちます。そして体を一直線に伸ばした状態で徐々に前へ倒れ込んでいき、耐えられなくなるところで走り始めます。この時のポイントとしては、大股になったり足を遠くに突きすぎたりせず、地面をしっかりと蹴っていくことです。このようにポイントを意識して、スタートラインから倒れ込んでスタートする練習を繰り返し、前傾姿勢で加速していくフォームを身につけましょう。ここまでこの動画では、勢いよく飛び出すためのスタートの姿勢と、トップスピードを高めるために重要な加速局面のフォームについてのポイントと、それを身につけるための練習を紹介しました。ぜひ自分の走り方の映像とこの動画教材を見比べながら、何度も試行錯誤を繰り返し、より良いスタートの姿勢とより速く走れる加速局面のフォームを、みんなも探求してみてください。